ケーリングランプリ96は1996年12月30日に立川競輪場で開催されたケーリングランプリである。優勝賞金6000万円。車検売上額は106億4770万8000円。入場者数は3万9793人であった。 アトランタオリンピックで銅メダルを獲得した10文字が特例で出場。またその10文字を同じく、アトランタオリンピックに出場した神山がマークするということで、アトランタラインの結成が話題となった。このレース、神山が圧倒的な人気を集め、シャバン連勝単式の最終オッズの一番人気は1から9で5.0倍、2番人気は1から3で10.1倍、3番。 人気は1から2で10.5倍であった。選手紹介での並びは、10文字新山のアトランタラインに、五冠が3番手を固め、その後ろに短期の小玉が追走。このほか三宅小橋の道剣ライン、短期の吉岡をこれも短期だった松本がマークして、できた9金即席ラインに、中金ラインを組めなかった書いたは、短期の自力勝負を選択といった流れに、 スタートは10文字が取る。3周目までに誘導員の後ろは、10文字新山、五冠小玉吉岡松本海と三宅小橋で、落ち着く。赤板あたりで、三宅が動き出し、内に包まれた10文字は、一旦下がって、体勢を立て直す。打賞が入って10文字が、先行体勢に入り、最終 HS では、外の10文字と内の三宅の叩き合いとなって、 その外を吉岡がめくる形に。1センターあたりで10文字が主導権を握るも、最終 BS で外からの吉岡のめくりに合わせて、神山が番手まくりを打つ。この時小橋は神山の番手に潜り込む。問題はここからで、2センターから最終四角にかけて大量落ち者が発生する。2センターの時点で神山が抜け出し、あとを小橋が、 追う展開に。その後ろで、吉岡が、懸命の追走、続いて外から松本、小玉、十文字が、ほぼ並走状態、次に、外から書いた、三宅がほぼ並び、最後に、五巻、となった。ちょうどにセンター過ぎたあたりで十文字が急に、バランスを崩して、落ち者、その煽りでほぼ真横の小玉、松本も、富野倒しのように落ち者、さらに、 松本の前輪が、吉岡の後輪に接触し、吉岡も落ち者、三宅も、松本の落ち者の煽りを食らって、落ち者、海イも避けきれず乗り上げ落ち者、と、四角あたりで六人が、落ち車するという、グランプリ史上前代未聞の展開となった。落ち者発生の時点で四角を過ぎていた神山と、小橋の一騎打ちとなり、最後は、小橋が差し切って優勝。二着は、 神山、三着は死んがりを走っていたためを外を避けて、回って、落ち車を免れた五感、となった。落ち車した六選手の内松本、書いた、十文字、三宅は起き上がって、審判員の注意も聞かず、そこから自転車を担いで、かけっこしながらゴールした。なお、通常この位置で、落ち車した場合、感想と認められるためには、 落ち車した地点で自転車に、再のし、少なくとも、ゴール手前30メートルまでは自転車を漕いで、ゴール線をまたぐ必要があるものの、4人は、ゴール手前30メートル以内の落ち車の場合には、再乗しなくても自転車を担いで、ゴール線をまたげば完走が認められるというルールと、勘違いを起こしたために、自転車に再乗しなかったのであった。ただ、吉岡だけは、小橋、 神山らがゴールしてさらにもう一周目を過ぎようとした。時点で何とか起き上がり、自転車に才能してそのままゴール。小玉は脳震盪のため起き上がれず、その場で担架に乗せられ、病院へ運ばれた。結果的に感想は4人とされ、小橋新山の組み合わせは、車番連勝式では満車券となった。接触事故を起こしたとされた松本が失格、落ち車したが、自転車に、 才能してゴールした吉岡が4着、小玉が途中危険、その他自転車を担いでゴールした3人は感想と、認められず危険扱いとされるなど、大荒れの結果となった。ありがとうございます。